月1リーグワン、今年2023年最初の配信になります。今年もどうぞ月1リーグワンよろしくお願いいたします。ということで始まりましたけれども、ワールドカップで本当にね、パリ・サンジェルマンというクラブがものすごい選手たちを揃えているんだなというのが本当に実感として分かった、そんなワールドカップだったわけですけれども、それが明けてということでね、中断明けのリーグワンも、この1月だいぶ進んできました。で、ここまで、リーグワンは半分を経過するというところで、ここまでのシーズンをね、ちょっと簡単にまず振り返っていきたいなと思います。リーグワンの公式のサイトで、数字、これからご紹介するのは15節までの数字なので、あらかじめご承知おきいただきたいんですけれども、15節までの、いわゆる中断前の段階での、リーグワンのここまでを振り返ったスタッツが出ておりますので、ここまでのリーグワンがどんな感じのシーズンだったのかというところをちょっと振り返っていこうと思います。さて、まずですね、ゴールの数なんですね。今年すごくゴールの多い年なんですっていうふうに、公式は、表現をしています。15節の終了時点で444得点。これはですね、去年よりも20得点多くて、これ21世紀になって最多の数字、なんと44年ぶりの高得点水準ということになっています。444ゴールと言われても、なんかイメージパッとわかんぞっていうふうに思われると思うので、だいたい1試合に何ゴール生まれるか平均で鳴らしてみると 2.96 ゴール生まれているわけですね。ですから常に2対1みたいな試合が、行われているということです。で、スコアレスドローの試合というのが150試合あったうちの7試合しかなかったということで、いかにゴールの多い試合がね、多かったかというのが、お分かりいただけるんじゃないかと思います。で、実際そのゴールがどの時間帯に入ってるかなんですけれども、後半に 61% が入っている。で、さらに言うと、最後の15分、後半の30分以降の時間帯に101点入ってるんですね。で、444得点分の101点が最後の15分に入っている。残り6分の1で入ってる。で、さらにアディショナルタイムに16点入ってるということで、いかに終盤に動き試合が多いかという意味では、スリリングなリーグになっているというのが非常に特徴になっています。さらにセットプレーからの得点も増えていて、今シーズンは 32.4% がセットプレーからの得点ということになっています。ただもちろんオープンプレーからの得点も多くて、すでに300ゴール以上がオープンプレーから生まれているんだそうです。で、ファールの数です。今年は特に、シーズンの序盤ですね、いろんなその審判の笛というところで、結構話題になったリーグワンでした。で、まずファールの数自体なんですが、ちょっと増えています。やっぱり笛は不及になってるんですね。24.6 回。これは去年の、23.2 回よりも、少し増えましたけれども、ただこれでも、過去6年の、うちで2番目に少ない数字ということで、比較的少ない笛で、試合は進んでいるよということになっています。で、さらに言うと、やっぱりレッドカードですよね。もう皆さんご存知の通り、シーズン序盤はレッド祭りみたいな感じで、どっちもなんか退場者出して、あるいは2人以上の退場者が出てみたいな、そういう試合が何個かあったんですけれども、レッドカード、15節の終了地点で54枚出ていました。これは去年の同じ15節終了地点での数値が43枚なので、それよりも11枚増えていると。ただ、序盤すごく多かったんですけれども、さすがに退場者があまりにも多すぎるよということで、若干のレフェリングの調整も入ったのか、だいたい2年前の水準の53枚に近づくぐらいにはなってきました。で、レッドカードが最も多いチーム。はい。リーグワンをご覧になっている方であれば、お分かりになるかと思いますが、そうです。スタッドランス。伊東純也選手が所属しているスタッドランス、シーズン序盤ものすごいレッドカード多くて、伊東選手もね、1回レッドもらっちゃいましたけれども、合計で6枚もらっております。ということで、こんな感じのね、今シーズンここまでなんですけれども、順位を確認しておきましょう。順位見ていただくと、順位的な動きはそんなにないんですけれども、注目すべきは勝ち点差ですよね。首位のパリがずっと走っていて、いつ負けるんだろうみたいな話をしていて、注目は、年明けの RC ランス戦ですよっていうふうにご紹介をしていたら、RC ランスの勢いでね、スタッドボラルデリスホームの、血と黄金のですね、黄色と赤の、素晴らしいサポーターの雰囲気の中で、パリを撃破し、初めてパリに黒星がつきました。で、さらにその後、レンヌにもね、敗れるということで、まあ、正直、順位表をご覧いただいてもわかると思うんですけど、レンヌとかアルシランスっていうのは、まあ、間違いなく、まあ、上位に来る力のあるクラブなんで、ここに負けたっていうのは決して番狂わせとは言えないとは思います。力のあるチームで、まあ、アルシランスなんかは多分 CL いけるぐらいの力は持っている現状で、チームなので、まあ、ここで負けとくのはある意味良かったのかなという気はしますよね。まあ、2月に当然バイエルンとの試合が控えていて、そのあたりでこう、つまずくと、非常に難しいかなというふうに思いますけれども、まあ、現状でワールドカップ明けで、まあ、ワールドカップでちょっと足首痛めちゃったネイマールは、まあ、明らかにちょっとね、状態が戻っていないなっていうのは、まあ、プレーを見ていてもわかりますし、まあ、メッシにしてもね、アルゼンチンで宿側をいろいろ受けて、そこから戻ってきて、これから上げていく段階でもあるし、まあ、エンバペにしてもね、同じような状況ではあるかなというふうに思いますので、まあ、ここからかなという気はします。まあ、ただ、クリストフ・ガルティエ監督が話を挙げていたことで、まあ、一つ気になる部分に関しては、やはり守備の部分がうまくはまってないというふうな話をしていて、まあ、しっかりと前から奪えるような守備だったり、あるいはまあ中盤でもそうなんですけれども、相手から奪う、まあ、いわゆる攻撃の、スイッチになるような守備ができるかどうかっていうところ、まあ、ここに関してはまだまだ課題がある。まあ、つまりは、チームとしての強度がまだ十分に上がりきっていないっていうことになっているので、そこに関しては改めて、しっかりとやっていく必要が、あるんじゃないかなという感じですね。で、まあ、その中で勢いを持ってきているのが RC ランスで、もちろんパリも、破って、まあ、間違いなくワイド攻撃もいいし、セコ・フォファナも変わらず、まあ、パリ戦のね、ロングカウンターの起点になった抜け出しなんかは彼がやっぱり起点にもなっていましたし、まあ、間違いなく本当にいいチームだし、オペンダもね、状態しっかりエースストライカーとして、キープしているので、まあ、このチームはそうそう崩れることはないだろうなという感じがします。さらにね、トマソンを補強してきたりとか、しっかりとやるべきことやってますんで、ベルカートでも。なので、まあ、RC ランスはここからまた続いていくのかなという感じです。で、RC ランスが現状で11節のモンペリエ戦以降リーグ戦9試合、公式戦ということに限ると11試合、負けがないという状態で非常に勢いが上がってます。RC ランスが現状でパリと勝ち点3差までつけていると。で、まあ、パリ戦を、まあ、後半にも控えているわけですけれども、RC ランスはパルクでの、まあ、いわゆるアウェーでの、パリ戦ということになりますので、ここはどうなるか。そして3位のマルセイユが、気づけば結構上がってきてるんですね。マルセイユ現状で勝ち点42なんですけれども、14節のリヨン戦以降、リーグ戦で6連勝を飾っています。公式戦ということで言うと、8連勝ということで絶好調です。この2位、3位が、力をどんどんこうつけて、勢いを上げてきているというところが、この今の、リーグワンの面白さをね、さらに高めてくれてるのかなという気がしていて、マルセイユはルークラシック、2月の26日に予定をされていますけれども、今度の対戦は、ベロドロームなんですね。マルセイユホームということになります。で、マルセイユホームのルクラシックはもう皆さんご存知の通り、ものすごく、マルセイユが熱くサポートをしますんで、まあ、パリとてね、どうなるかわからんぞという感じです。で、今のそのマルセイユがなんでこんなに強くなったのか、まあ、本当はね、この話で、テーマで、1月号やってもいいかなと思って、ちょっと準備はしてたんですけど、2月にルクラシックあるから、その直前の方がいいかなと思って、あえて、今日はそんなに詳しくは言いませんけれども、RC ランスもそうだし、マルセイユもそうなんですけど、現状で今、リーグワンで好調なチームに共通していることっていうのは、フィジカルプラス走力ですね。これを、両方備えているチームであるというのはもう間違いなく言えると思います。で、マルセイユは、まあ、去年まで、ホルヘ・サンポーリがやっていて、まあ、自分たちでボールを握って、崩していくというふうな形のサッカーをやっていたわけですけれども、まあ、トゥドールは本当に、まあ、ベローナの時もそうですけれども、非常にこう厳格で、選手に対して求めることが多い監督で、まあ、就任当初はね、大丈夫かこんな、選手と圧力を起こすようなやり方の監督を連れてきてみたいな、そういったことがあったわけですけれども、結果が出てきてるんですよね。で、まあ、とにかく選手にフィットネスを求めましたと。まあ、そういったことがあったんで、まあ、パイエが出場機会はあんまりなかったり、まあ、ディエもそうでしたよね、序盤特に。まあ、そういうふうな感じで、とにかく走れないやつは使わないというふうなことをやっていた。で、10月に、まあ、若干その、マルセイユも、チャンピオンズリーグとの並行が、あって、どうしても日程的にきつくなったんで、ちょっと後半にね、失速をするというゲームがいくつか続いて敗れて、ちょっと順位的にも下がったんですけれども、ただ、このウィンターブレイクというか、ワールドカップのブレイク期間中に、さらに選手のコンディション、それからフィットネスの部分をしっかりと上げていくというふうなことに取り組めた結果、終盤になっても今、勢いが落ちない、まあ、本当に最後まで走り切るっていう、そういう素晴らしいサッカー、なんか後ろからね、選手たちが湧き出してくるみたいな、まあ、象徴になるのがエンベンバーみたいな、センターバック、まあ、3センターの、左右の選手が飛び出してくるっていうやつですけれども、コラシナツに関してもそうですけれども、ああいう選手が湧き上がってくるっていうことは、つまり、まあ、高い位置を取れるだけ長い距離を上がってこられるし、逆にその上がった裏のスペース、カバーすべきスペースも、しっかりと中盤の選手が怠らずにカバーができているという状況があります。なので、今のマルセイユは、簡単に崩れるチームではないというふうに言えます。まあ、なので、これね、2月の26日のルークラシックは、今の状態が続いているのであれば、相当にね、面白い試合になることは間違いないですね。ただ、マルセイユは1月の28日、このおそらくね、動画が上がったすぐ、次の試合が、モナコ戦が控えてるんですね。まあ、これが一つの壁かなっていう風な感じがします。モナコもだいぶ調子上げてきて、ベンエデルもね、やっぱりスロースターターなんだけど、気づけばもう2桁取ってるみたいな、そういう状況にもなってるし、それからベンセギルがね、またなんか新たな才能として、まあ、彼も今回取り上げようかなってすごい迷ったんですけれども、出てきてるというふうな状態があります。まあ、南野選手にとってはね、ちょっとしんどいんですけれども、後でちょっとご紹介しますが、ね、チームとしては状態上向きなので、ここの、戦いはね、一つ注目かなという気がします。はい。ということで、順位を確認しました。で、ここまでは上のチームをご紹介したんですけれども、結構ですね、今年は、まあ、順位表の下の方を見ていただくと分かる通り、来シーズンから、リーグワンは、20クラブから18クラブに縮小されるんですね。まあ、なので今年は4クラブが降格するという非常に厳しいレギュレーションになっています。なので、比較的リーグワンの各クラブ、ちょっと調子が悪くなったっていうチームは、早めに手を打つ、つまりは監督交代に踏み切るチームが多くなっていました。で、どれぐらいのチームがここまで、手を打ったのかということでご紹介すると、この20クラブ中、すでに9クラブが監督交代をすでに経験をしております。ただ、それが必ずしもうまくいっていないぞっていうのが、まあ、現状としてあるので、ちょっと順番はいろいろと前後するんですけれども、ご紹介をしていきたいというふうに思います。まずご紹介するのが20位のアンジェですね。アンジェが2勝2分け15敗という現状の状況ですけれども、12月の28日、まあ、つまり、集団明けからアブデル・ブアザマという監督に変わっております。バティケル監督が、解任をされました。ただ、ブアザマ体制になっても現状で、勝ちはありません。すべて負けているという状況なんでちょっと厳しいかな。17位のブレストも、ザカリアンが、解任をされて、グルジという暫定監督がしばらくやっていて、年明けからエリック・オラーという新しい監督が、まあ、就任をするという形になって、ロー体制で、現状で2分けという感じです。それからリヨンですね。現状で、9位ですけれども、ここは一番最初に、監督交代のナタを切った、チームですよね。ピーター・ボスに早々に、まあ、見切りをつけて、ローラン・ブランを引っ張ってきたわけですけれども、実はブランになったからの方が、現状で結果が出ておりません。3勝2分け4敗。ボスは4勝2分け4敗だったんで、より悪くなってきたということで、まあ、今はどちらかというと選手たちに対してかなりまあ、サポーターは不満をあらわにしている。特にトカイタンベあたりが、かなりね、まあ、やり玉に上がってしまっているというふうな感じがあります。それからモンペリエもなかなか厳しい状態で、オリビエ・ダログリオが4勝7敗でやっていたんですが、そこを切って、ロアン・ピトーという監督に10月の23日からなってるんですが、ここも1勝2分け5敗と逆に悪くなっている。現状で15位というなかなか厳しい状況がいて、ここもちょっと心配ですね。それから、今、降格圏にいるオセール、ここもジャンマルク・フルランが、2勝2分け6敗という中で、まあ、フルランの場合は成績もそうだったんですけど、ちょっとサポーターと揉めちゃって、ちょっとよろしくないジェスチャーをしちゃったっていうのがあったんで、解任をされて、その後、暫定のパドバニという監督を挟んでペリシェになりましたけれども、ペリシェもやっぱりなかなか結果出てなくて、7試合で1勝1分け5敗という状況です。そしてトロワ。トロワはブルーノ・イルレがやっていたんですけれども、3勝5分け6敗。まあ、これはどちらかというと、シティグループとの方針の違いみたいなところがあって、というところもあったんですけれども、クロード・ロビンという暫定を挟んで、メルボルンシティの監督だった、パトリック・キスノルボというオーストラリア人の監督が、指揮を取ります。オーストラリア人としては初めての5大リーグの指揮なんだそうです。ですので、ちょっとここは注目かなという感じですが、1勝1分け2敗という、新監督になってからの成績。で、ニースもファーブルがやっていて、出戻り監督だったんでうまくいくだろうなっていうふうに思ったんですが、ここも、なかなかうまくいかず、うまくいかなかった原因はイネオスの強化が、ちょっとイギリス寄りで、多分ファーブルの求める補強と一致してなかったってところがあるので、ファーブルもちょっとかわいそうだったとは思うんですけれども、その結果今、解任をされて暫定のディディエ・ディガールという監督がやっています。で、今は、エルベルナール、サウジアラビアのワールドカップの代表監督だった白いシャツの人。あの人にちょっと職種を伸ばしてるんじゃないかとか、いろんな人の名前が上がっております。そしてストラスブールです。ジュリアン・ステファンがずっとやっていましたが、こちらのちょうどご紹介しますけれども、ステファンが解任をされて、現状でルース・コルネという暫定監督がやっています。で、その暫定監督のルース・コルネがおそらく正式になるんではないかというふうに言われております。そして、スタッドランスということです。で、スタッドランスが唯一、うまくいっていると。ルース・コルネも結構うまくいってるんですけれども、この2クラブがようやくうまくいってるクラブかなという感じですね。スタッドランスは、オスカル・ガレシアからウィル・ステルに変わりましたと。暫定監督として、10月の15日からやっていて、実質的な指揮は、実はオスカル・ガレシアはちょっと休養した、時期があったんで、10月の2日から実質的な指揮を取っていて、現在、年明けから、中断明けの、連日戦から、正式な監督になっているわけですけれども、今日は、この、スタッドランスのウィリアム・スティルですね。通称ウィル・スティル。彼をご紹介していきたいなというふうに思います。はい。このウィル・スティルです。私も中継でスタッドランス戦があるときにちょっと、ご紹介はしてるんで、だんだん、知ってるっていうふうに思ってる方も増えているのかなという気がしますけれども、新世代の監督としてかなり注目をしたい人です。この人なんですが、1992年10月14日生まれの現在30歳。非常に若い監督さんです。で、10月の16日から、暫定監督になりましたという話をしているんですけれども、一応正式にはなりました。12月の28日の連日戦から。ですけど、彼はウェハのプロライセンス、プロを指導する、その監督のライセンスをまだ持っていないんですね。なので、実は彼、春に取得見込みなんですけれども、その取得までの間、クラブは毎試合25,000ユーロのペナルティを、支払うことになっております。ただ、クラブの方はそれに納得をしていて、勝ち続けてくれる限り、君の未来に投資するということで、クラブは現状で全幅の信頼を寄せております。で、このウィル・ステル、なんでそんなに全幅の信頼を寄せられているかというと、彼になってから実は負けてないんですね。これはなかなか、すごい快進撃というふうに言えるんじゃないかと思いますので、今日はこのウィル・ステルをご紹介したいと思います。オスカル・ガルシアが実質的に指揮を取った8試合で1勝3分け4敗でした。で、この段階では降格圏17位。で、現在、ウィル・スティルになってから11試合やっていますけれども、勝利数はそんなに多くないんですね。4勝なんですけれども、7分け負けなしです。11得点、6失点ということで、特筆すべきはもう失点がすごく少なくなっているということで、評価が上がっております。この人、一体どういう人なのかご紹介をしていきましょう。まず、この人なんですけれども、ベルギーとイギリスの、二重国籍を持っている人という形になります。で、ご両親がイギリスからベルギーに渡った移民ということなんだそうですね。その、両親のもとに生まれたので、ということで、もともと彼はイギリスの人というふうにお考えいただいていいのかなという感じです。で、お父さんがウェストハムのサポーターだったということで、ウェストハムをね、応援しながらみたいな、そんな感じの、家庭術だったんですけれども、家庭では英語を使っていましたと。で、ベルギーに行った時には、通っていたのがフランス人学校だったんだそうです。なので、フランス語で学校の授業を受けている。で、さらに、サッカーの、もちろん、プレイヤーとしても、ユースレベルというか、育成レベルで、プレイ経験はあるんですけれども、そこでは、オランダ語で、指導されるサッカークラブで、プレーをしていた。つまり、もともと彼は、英語、それからフランス語、それからオランダ語、この3カ国語が使える選手ということになります。で、さらに面白いのは、お兄さんのエドワード・スティルという人がいるんですけれども、この兄も、現在32歳ですけれども、ベルギーのオイペンの監督をやっています。ですから、兄弟で30代で、ヨーロッパのトップリーグを率いているという兄弟である。これなかなかすごいことですよね。ちなみにもう一人兄弟いてニコラスっていうんですけど、彼もビデオアナリストとしてサッカー業界で働いているという人になります。で、この兄弟なんですけれども、フットボールマネージャーというゲームがすごく好きだったんですね。なので、もう、少年期はですね、フットボールマネージャーにも熱中してるわけですね。夜の10時に、あと1回だけ、やろう。あとしたら寝るみたいな感じで、やるわけですけれども、まあ大体朝4時までずっとやってると。そういうふうな、まああるあるな感じの少年期を過ごしたわけです。で、そこで、まあフットボールマネージャーっていうゲームですんで、コーチングの楽しさをだんだん知ってきて、まあ本格的に実践指導を始めようと思ったのが、プレストンのマイアクスコーカレッジという、まあ実質的な高校って言ったらいいんでしょうかね。そこの学業の一環で、ユース世代っていうか、まあ、ジュニアユース世代か。アンダー14のチーム、プレストン・ノースエンドという、チームのアンダー14の、チームを指導する経験をしました。で、そこで実際の指導に当たる、ことになって。ですからもう高校生の段階で、そういう経験をしたわけですね。で、その後彼は、まあもちろんそんなに選手としてのキャリアで、行こうとはもう思わなかったので、なんとかこうサッカー業界入りたいということで、フットボール界のいろんな人にコンタクト取って、チャンスないかなっていうふうにやってたわけですね。で、そこで初めて声がかかったのが、かつて、アカデミーで在籍をしていたシントトルイデン。ベルギーね、もう日本人が多いんで割とお馴染みのチームだと思いますけれども、シントトルイデンの監督からちょっと分析の仕事をしてくれないか対戦相手だということで、それが彼の、サッカー業界、フットボール業界に入る最初のお仕事になります。で、その時に、もうもちろん、フットボールマネージャーは大好きだとプレーをしてるんですね。なので、長い遠征がある時に暇つぶしで、フットボールマネージャーをすることもあれば、そのフットボールマネージャーの、ゲームのデータベースをスカウティングに使って、スカウティングをうまくやっていくみたいな、そんなこともしていたそうです。で、ビルですけれども、そのシントトロイデンの仕事をきっかけにして、だんだんベルギーのね、チームで、仕事をするようになります。2部のリールセで、コーチングの仕事をするようになって、リールセでは、トップチームの暫定の監督まで、務めています。その当時、まだ24歳。ね、異例の抜擢だったんですけれども、まあ、ライセンスの関係も当然あるので、まあ、指揮はもちろん、期間限定になりますと。で、まあ、再びアシスタントコーチになったんですけれども、その後、リールセのクラブ自体が破産状態になっちゃったんですね。それで、リールセを去らなければいけないということで、ビールスホットというクラブに移ります。で、その時には、エルナン・ロサーダという監督の下でアシスタントを務めるわけですけれども、2020年8月に2部の優勝を決めて、で、その後、ロサーダ監督がアメリカの DC ユナイテッドというクラブに引き抜かれたということで、それをきっかけになんと2021年1月、ベルギー1部リーグの戦後最年少監督に就任をします。で、2020-21シーズン、2021シーズンは9位でフィニッシュをしたんですけれども、結局、まあ、やっぱりちょっと経験がある監督の方がいいよねということで、より経験のある監督を、このビールスホットが招聘をしたために契約を更新をされずに、ビールスホットを去ることになります。で、その後、ビルは、リガのスタッドランスにやってくるわけですね。そこのお仕事はオスカル・ガルシアのアシスタントとしての仕事でした。ただ、一旦この、スタッドランスをビルは離れます。これ理由があって、彼、UEFA のプロライセンスを取ろうとしてるわけですけれども、そのライセンスの手続きをしている、登録がベルギーの登録になっていたんですね。まあ、当然ベルギーでね、指導していたんで。なので、講習会のたんびにダンスとベルギー、まあ、そんなに、めちゃくちゃ遠い距離ではないけれども、でもやっぱり距離はあるわけですよね。そのランスとベルギーを往復することがちょっと時間的な負担になっていたということで、結局、ちょっとスタッドランスではなくてベルギーで仕事をしたいということで、ベルギーの2つのクラブのオファーを、検討します。1つは、アンデルレヒト。バンサンコンパニーが、ちょっとアシスタントやってくれないかみたいな感じでオファーもあったみたいなんですけれども、結局、まあ、元々いたチームの方がいいかなということで、スタンダールにかつていたので、そのスタンダールに戻る選択をします。で、そんなウィルはずっとオスカル・ガリシアのアシスタントとしてやっていたんですけれども、先ほどご紹介した通りガリシアはうまくちょっとチームがね、いかなかった10月に、一旦家庭の事情という事情で一足早く離れたんです。なんでちょっとこの辺の事情は多分中の人じゃないとわからないところがあるんで、必ずしもなんていうんですかね、成績だけの理由じゃない可能性があるんですけれども、解任をされまして、そこから暫定監督として指揮を取って、快進撃を続けます。現状で11試合4勝7分けという、素晴らしい快進撃。失点に至っては17試合でわずか6という素晴らしい成績です。で、この時に、彼が考えた、ことというのは、とにかく選手たちに自分の能力を理解させたい。そういうふうに思ったんですね。みんなが同じ方向を向けば素晴らしい未来が実現できるっていうことをまず分からしたいんだと。私が就任した時には、選手には自分がどれだけ優れているのか、このチームにどれだけのクオリティがあるのか、リーグのどんなチームにも対抗できるだけの能力があるんだっていうことを理解をさせたかったんだと。自信を持たせて自分たちが大きなことを成し遂げられると認識をさせたかったというふうな話をします。で、もちろん、皆さんご存知の通りというか当たり前なんですけど、ゲームと実際の指導は違うわけなんですよね。コーチングというものは当然人間と直接触れ合う、そういったものになりますから、どういったことを考えたのか。で、ウィルは非常によく観察をするんですね。選手たちが朝食に何を食べるのか、あるいは誰と話すのか、そういった些細なことでも、その人がどういった人なのか、何をすれば能力を発揮できるのか、より理解できるようになるための材料になるんだと。いうふうな話をしていて、しっかりと監督ではありますけれども、観察をする監督だというふうに自分のことを述べております。で、その象徴的な、なんていうのかな、人物というか選手。彼がちゃんと理解をしたことによって、能力を発揮させることができた選手として、バログンというこのスタッドランスのエースストライカーがいるわけですね。で、このバログンなんですけれども、彼はフランスの選手ではないんですね。イングランドで育ったイングランド U21 代表の選手で、彼は英語圏外への移籍は初めてだったんです。なんでそのあたりがちょっと懸念材料としてあったわけですね。もともと能力は間違いないものがあるから、レベル的には多分通用するかもしれないけれども、多分異国だし言葉も通じないからっていうところで非常に難しいんじゃないかという中で、ここで出てくるのが先ほどご紹介したビルの元々の生まれ育ちですね。ビルは家では英語を話す。イギリスの、家で育ち。で、学校ではフランス語を話し。そしてピッチではオランダ語を話すという、そういう環境で育っているわけです。なので彼自身も話をしてるんですけど、自分はベルギーにいるときはなんとなく、イギリス人、だなっていうふうに思うことがあるし、イングランドにいると逆に半分、自分はベルギー人だなっていうふうに思うことがあると。自分はドーバー海峡のどっかで迷ってるんだっていうふうな表現をしているわけですけれども、つまりは、どこにいても自分が言ってみれば異国人である要素を持ってるっていうことを認識してるわけですね。で、そういうところがわかるからこそ、異国で新たな挑戦をする選手に、思いを馳せることができたと。で、さらに英語ができるというところがバログンにとっては非常に大きかったわけですよね。で、この、ウィル・スティルのスタイルとしてはどんなスタイルなのかという話なんですけれども、以前、オスカル・ガリシアのご紹介をしたときに、オスカル・ガリシアの時には、3バックで伊東選手が2トップの一角でっていうふうな話をしていたんですけれども、今は、4-2-3-1の形でほぼ固定されつつあります。ガルシア監督の時は5バックに守備の時はなっちゃって、割と守備ブロックを固めて守りきるぞっていう風な形だったわけですけれども、ウィル・スリーの体制になってからはより前で取るという風な意識が、高まってきています。さっき守備が安定しましたって話をしたんですけれども、決して後ろで固めて守備が安定してるわけじゃないんですね。そうではなくて、前からのプレッシャー、ハイプレスで、守備を安定させるという風な形になりました。なので、どちらかというと守備的な中盤のムネティという選手がいるんですけれども、彼をトップ下の位置に置いて、前からスイッチ役として、プレスをかけさせることによって、全体を前向きな矢印にしたりっていうことで、前から奪う姿勢っていうのをすごく徹底をしています。なので、だんだんこのウィル・スティル体制が進んでいくにつれて、奪える位置自体が前になってきてると。いうことは間違いなく言えます。で、実際そのスタッドランスの、ポゼッション率を見てみると、前半、そのオスカル・ガルシア体制の時には 20% 台の試合があるぐらい、やっぱりこう、押し込まれて、そういった感じが多かったんですけれども、今、シュテル体制になって、上位陣相手にはなかなかね、やっぱり、30% 台の、ポジションになっちゃう時もあるんですけれども、より前でプレーをすることになったことによって、50% を超えるような、そういった、ポジションになっている時もあります。これは、ポジションをしましょうというのももちろんあって、ちゃんとつなぐ意識も、出てきていて、かゆすてとか、非常にこう、テクニカルな選手も使うようにはなっているんですけれども、それ以上に、前で奪うことによって、ロスト後の、奪う姿勢というのが、できたからというふうなことが言えるんじゃないかなという気がします。で、現状では、バログンの得点力ありきというふうに言われているんですけれども、ドラスティックに今何かを変えようというふうには思っていないと。うまくいってるものをね、急に変える必要はないんだっていうふうな話をしていて、前向きに目標に向かって力を合わせていこうと思うということで、表向きは大きく変えてはいないつもりはないよっていうふうな話をしてるんですけれども、ただ一方で、オスカル・ガルシア体制の時には、伊藤バログンラインが一つの頼みの、綱で、そこが塞がれちゃうとちょっと難しい状況だったんですけれども、先ほども言った回収者の技術、それから、ムネチの前向きの推進力、そういったところが、加わってくることによって、今、厚みがね、攻撃自体を増している印象があります。なので、この快進撃、特に失点が減っているので、安定した戦いぶり、続いていくんじゃないかなというところで注目したいチームになります。ぜひね、今後どうなっていくか、注目をしていただきたいと思います。さあ、それではですね、ここで、その話の流れの中でではないですけれども、日本人選手が今どういった状況なのか、ご紹介をしていきたいと思います。まず、スタッドランスの伊東純也選手からご紹介していきましょう。話の流れで。ワールドカップでは、4試合、そして1つのアシストという形でね、しっかりと結果を出しました伊東純也選手ですけれども、復帰した後、リーグ戦全試合でスタメン出場しています。ただ、実は得点とアシストが、現状で復帰後はないんですよね。今シーズン4ゴールの1アシストですけれども、中断前の全て記録になります。で、若干やっぱり重いのかなっていうのは正直あるかなという気がするので、この辺はね、ベルスティリもちゃんと理解はしているのか、カップ戦では伊東純也をあえて、スタメンでは起用しないで、しっかりと、休ませることを意識をしながら、起用しているかなというふうな感じです。で、ベルギーの時と比べると、一つ指摘をされているのが若干クロスの成功率が下がっているというふうなことは言われていて、確かに、もう少しクロスからのアシストがあってもいいのかなという気はするので、そこはちょっとね、課題というか、期待をしたいところかなとは思いますけれども、逆に、左足のカットインしてからの左足のシュートみたいなものはすごく増えているので、なんていうのかな、クロッサーとしての側面は若干今は下がってはいるけれども、やれることの引き出し自体は逆に増えているのかなっていう、そういったイメージですね。加入当初のその紹介の動画の時に、よりそのゲームメイク的なみたいな話をしていて、多分動画をご覧になった方は、ゲームメイクっていうのは多分伊東選手のタイプじゃないよねって思って、その通りだとは思うんですけれども、そういうちょっとその、なんていうかな、単純なクロスとか、仕掛けだけではなくて、その前に出すパスとか、そういったところに絡むケースは結構増えている、気がするので、そういった意味の引き出し、それがおそらく、チームの求めていた、組み立てるというか攻撃を司る力なのかなっていうふうな意味では、若干プレーの幅広がっているのかなというふうな気がします。ちなみに、これはまだまだ確定した情報でもないし、噂レベルではあるんですけれども、スタッドランスがね、オーストラリアの中村圭斗選手、リンツの獲得をするんではないかっていうふうな報道が出ていて、やっぱり同じウインガーで、逆サイドに来ると思うんですけど、もし来たとしたら、やっぱり伊東選手のね、評価が高まっているんだなっていうのは間違いなくあるので、それは皆さん安心していただいていいのかなという気がいたします。続いて、南野選手ですね。今一番ちょっとしんどい状況に置かれているのが南野選手かなというふうな気がしていて、中断明け最初の、試合で、確か、スタメンを張ったんですけど、そこで、1アシストはしたんですよね。ですけど、以降出場がないという今、状況で、カップ戦ではね、72分間ロゼス戦で出ているんですけれども、ちょっと出場時間が、減っていて、正直序列としてはチームの中で、かなり下がっている状況です。オセル戦でスタメンで、この時は、アギラルクのパスでボックス入ってって、メンサのタックルで PK ゲットして、結果的にアシストがついたという、そういった結果を出したんですけど、ただ、あれなんですよ、この試合、その後に出てきたベン・セギルが、ものすごいミドルシュートも含めて、めちゃめちゃ活躍したんですよね。で、そっちで多分書き消されちゃった感じがあって、彼にとってはちょっと、かわいそうかなっていうふうな気はするんですけれども、今、左サイドで出るとすると、ゴロビンが間違いなく、ファーストチョイスで、南野選手はやっぱりセカンドチョイス以下。で、トップ下は今、ベン・セギルが出てきました。それからあと、アクリューシュもいますということで、結構、厳しい状況に変わりはないかなというふうに思います。なかなか大変だというふうな感じですけれども、なんとかね、ここから復活をしてほしいなというところです。そして、オナユス選手です。オナユス選手、トゥールーズ、ずっと控えで、短い時間出てますっていうふうな話をしましたけれども、今シーズンまだゴールはありませんが、ただ、ようやくですね、リーグ戦3試合で先発出場をしております。で、その先発出場をし始めたのが、年明けですね、エーシアジャクション戦から3試合、オセール戦、ブレスト戦と3試合出ています。で、もともとずっとこのセンターフォワードの位置にはダリンガというね、選手がいて、しっかりと結果も出していて、今シーズン4ゴールを挙げているんですけれども、その彼が若干その、疲れもあるかなっていうふうな、そういったところを考慮して、で、オナユ選手は前線で非常に献身的に守備もしてくれる、それから、ターゲットとしてしっかり体も張ってくれる、そういったところもあって、結構ファウルももらってくれて、トゥールーズはファウルをもらうってすごい大事な仕事で、なんでかっていうと、ファンデンボーメンっていう素晴らしいキッカーがいるからなんですけども、そういうところも含めて、なんていうのかな。やるべきことはやってる。ただ、ゴールがないので、今この序列がいい時に、なんとかね、ゴールという結果を残してほしい。まさに今、勝負の時を迎えているかなという感じで、ぜひ注目をしていただきたいというところです。そして、川島選手ですね。川島選手はご紹介するまでもなく1月に肩の手術を受けましたので、おそらく今シーズンはなかなか出場機会はしばらくないんじゃないかなというふうな感じですね。で、このストラスブールに関して言うと、一つお伝えをしなければいけないのが、スポーツ報知が出していた記事で、マスコミに出ましたんでお話をしますけれども、清水エスパルスのミッドフィルダー鈴木唯人選手の獲得報道が出ております。で、このミッドフィルダーに関しては、ストラスブールは、強化ポイントではあります。で、強化ポイントではあるのですが、アドリアン・トマソンという選手がアーシーランスに行ったので、で、ただ、そこのそのままの即戦力の強化ポイントではないんじゃないかなっていうのが、私の見立てです。なぜならばということで言うと、そのポジションもう一人今、ターゲットとして定めている選手、アストンビラの、かつてマルセイユとかモンペリエで活躍をした、モルガン・サンソンっていうアタッキングミッドフィルダーがいるんですけど、彼の獲得が、間近だというふうに言われております。で、実績的にも計算立つ、その能力的にも、サンソンの方が、信頼度は圧倒的に上なので、ファーストチョイスは間違いなくサンソンになると思います。で、獲得したらですけれども。で、じゃあなんで、鈴木選手を取るのかっていう話なんですけれども、ロイク・デジレというスカウト部長が、地元紙に対して、話をしていたんですけれども、チームとして、そのクラブとして、若手を、やはり、育てていきたいというふうな話をしていて、その、何人かの名前とともに、この鈴木唯人の名前が上がったと。で、アンダーの、欧州遠征で、ちょっと目をつけたというふうな話をしているので、今、なんか結果を出しなさいっていう、状況ではないと思うんですね。今、16位で、本当に残留圏内ギリギリで、今、ルース・コルネというですね、新監督がようやく正式に就任をするという、そういった、段階ですので、あんまり多くのことは多分求められないとは思うのですけれども、ただ、このチーム19歳のハビブ・ディアラっていうミッドフィルダーが、守備的なミッドフィルダーがいるんですけれども、彼は19歳ですけれども、鈴木優斗選手と同じように名前が挙がった選手なんですが、スタメンで出る試合は何回もあります。なので、決してチャンスがないわけではないと思います。なので、そういったところで頑張ってほしいかな。結構ね、40万ユーロの買い取りオプション付きみたいな話が、具体的な報道が出ているので、多分間違いはないのかなっていうふうな気がしますけれども、正式な発表を待ちたいと思いますが、期待をしたいところです。期待をしたいけど、なんか即戦力的なことまではちょっと求めない方がいいかなっていう気はしています。はい。ということでね、日本人選手の状況をお伝えしました。で、言っても鈴木優斗選手の年齢、もちろんこれからの若手の世代の年齢なんですけれども、フランスの場合は、その若手っていうとものすごい若い世代が、今どんどん出てきていて、アンダー20だけでも世界レベルに行けるような選手がどんどん出てきています。なのでちょっと、今、紹介しなきゃいけない選手がすごいいっぱいいて、さっき、ご紹介したベンセギルなんかも、モナコのね、なんかもそうなんですけれども、レンヌでパリと戦ったデジレ・ドゥエとか、ゴチクとか、本当に、この人たちアンダー18なんですかみたいな、ものすごい若手がどんどん出てきてるんで、ご紹介したい。で、その中で、今日、まず、ご紹介したいと思っているのが、パリ・サンジェルマンの、ウォーレン・ザイル・エメリです。レンヌ戦でもね、先発をしたばかりですんで、今ここのタイミングかなと思いまして、準備で整いましたんで、ご紹介をしたいというふうに思います。第19節のこのレンヌ戦でリーグワンの先発という意味でクラブ最年少記録を更新しました。16歳と313日。2006年の3月の生まれなんですね。なのでまだ誕生日が来てないというですね。すごいな。16歳から17歳になる年齢なんで今高校2年生ってことですよね。いやー。すごいです。このウォーレン・ザイル・エメリなんですけれども、皆さんご存知の通り、日本ツアーにも来ていたんでね、もう馴染み深いというふうな方かもしれませんけれども、本当にこれからが期待できる中盤の選手です。このザイル・エメリですけれども、フランスのレッドスター FC でプレーをしたプロ選手のお父さんを持っていて、その過程で生まれました。パリ近郊のイルド・フランスと呼ばれる地域のモンタレイユというところで生まれております。で、4歳でオーベルビリエというチームに入ってプレーを始めるんですけれども、もうその段階で、もう飛び級の力を発揮していて、で、もう早々にパリ・サンジェルマンのスカウトマンに見出されて、2014年、2006年生まれ。2014年に、パリとそのアカデミーの契約をします。で、パリと、契約をした後も、すでにパリの中ですら、飛び級のカテゴリーでプレーをしていて、2122シーズン、昨シーズンですけれども、15歳になったばかりで、U19 チームに帯同して、そこでゴールとアシストを記録するなど、どんどんこう台頭していくわけですね。そして15歳にして、ポチェッティーノ監督からトップチームの帯同を、許されて、ベンチ入りはして必要はなかったんですけれども、もうそこでもう一気にね、彼は何なんだっていうことで、ビッグクラブの注目を集める存在になっていきます。で、当然パリもそういった宝の存在であるということは分かっているので、今年じゃないな、去年ですね、去年の3月、有名代理人、パリの現フロントのルイス・カンポスとも非常に近い、ジョルジュ・メンデスとね、代理人契約を結んで、去年の7月15日に初めてのプロ契約を、3年契約で2025年6月30日まで結んでおります。やることはしっかりパリもやっております。で、その後、ガリティエ監督の下で、プレシーズンマッチでトップデビューを果たすわけですけれども、日本ツアーにも帯同しました。川崎フロンターレ戦にも出ましたし、浦和戦では先発出場してね、全く遜色のないプレーをして、この子は何なんだっていうふうに思ったザイル・エメリです。ご紹介しているのは。で、8月のリーグワンの開幕のクレルモン戦で、16歳と151日、クラブ最年少出場記録を更新しまして、10月のチャンピオンズリーグマッカビハイファ戦では、ヨーロッパの舞台での最年少記録を更新。そして、先発出場という意味では1月の6日のクープ・ドゥ・フェラスのシャトールー戦で、公式戦最年少先発出場記録を更新。そして今回、リーグワンの最年少先発出場記録を更新と、どんどんいろんな記録を更新しているということになります。で、まあ、サイレベリは、体格的にはそんなに特別なものはないですよね。見てる方はわかると思いますが、まあ、180は多分ないと思います。178とか、そんなもんだと思うんですけれども、ただ、ボールを奪う力、それからボールさばきの落ち着き、技術の安定感、このあたりは本当に抜群ですよね。で、まあ、体格的にそんなに目立つわけではないのですけれども、当たりはもうトップレベルの当たりでも全然 OK でしたね。まあ、レンネ戦が一つの、先発出場しているので、金石かなというふうに思って見ていたんですけれども、バレンの本当にトップチームの激しい面々のボディコンタクトも、しっかり応戦できていて、ボディコンタクト吹っ飛ばされるなんてことはなかったので、もうすでにそのコンタクト的な部分に関しても、出来上がっているのはもう間違いありません。で、彼はそんなに華やかな足技を披露するとかっていうことはないんですけれども、なんかシンプルだけど研ぎ澄まされた技術、というところと、それからポジショニングの能力ですね。さらには先を読む戦術眼、こういったところが本当に素晴らしくって、まあ、先ほどもご紹介したのは、その浦和戦で全く遜色なく入っていったって話をしましたけど、パリのビッグネームとのパス交換にも全く臆することなくというか、ファビアン・ルイスですら、やっぱり最初ちょっと苦労してるわけですよね。レナート・サンチェスなんかめっちゃ苦労してるわけですよね。そういった選手たちですら、苦労して、まあ、せいぜいビティーナぐらいですかね、あそこに馴染んでいったのは。で、そんなところに、言葉投げに、違和感なく馴染んでいった、そこがまさに、ザイール・エメリの、ポテンシャルなんではないかというふうに言えるかと思います。で、じゃあ、育ててきた人は何と言ってるかということですけれども、まあ、現在 U19 の監督をしているズバナカマラ監督は、まあ、このザイール・エメリについて、まあ、彼はしっかりと人の話に耳を傾けるし、真面目だし、そして才能もあると。とにかく勤勉な少年でインテリジェンスがあり、尊敬に値するということで、ベタ褒めなんですね。彼は成功するための全てを備えていると。自分の試合をしっかり楽しんで全力を尽くすんだというふうに述べていますと。ね。まあ、普通、あんまり育成のレベルでここまでベタ褒めはしないんですけれども、まあ、それだけ落ち着いているし、こういう言葉を言ったとして、なんか浮き足立つような感じの子じゃないんですよね。普段の立ち居振る舞い見ていただいて皆さんお分かりになるかと思いますが、本当に大人びてるんですよ。で、まあ、昨シーズン、まあ、アンダー17のフランス代表で、アンダー17のユーロもしっかりと制して、中心選手としてね、2ゴール1アシストぐらいだったかな、結果を残して、もうしっかりと、もうその、世代別の代表では、世界のトップを経験しているという選手です。で、まあ、さらにですね、クリストフ・カリテがどういったことを言ったかという話ですけれども、このザイール・エメリは、デンとの試合の前の会見で話が出ていたんだったと思いますけれども、このウォーレンはもうリーグワンの試合はもちろん、チャンピオンズリーグの試合でも先発できるだけの選手なんだと。で、興味深いのは、ビッグネームの選手が、我々指導陣と同じように彼のことを見ている。まあ、つまり、私が見ているのと同じような、価値を彼に見出している。まあ、だからこそね、ウォーレンに対する我々の見方に自信を与えてくれるんだっていうふうな言い方をしてるんですけれども、まあ、やっぱり、ビッグネームをすでに一目置く、そういう存在になってるっていうことですよね。その裏返しだと思いますんで、本当にこのザイール・エメリに関しては、まあ、もちろんパリもね、取られないようにっていうことで先手も打っていますし、これから、どんどん出場の機会が増えていく可能性は、まあ、もちろんいきなりチャンピオンズのバイエルン戦で使うかどうかっていうのはないとは思いますけれども、それ以外のリーグ戦では間違いなく先発の機会が今後増えてくると思いますし、そこでどれだけやってくれるのかっていうところをぜひ継続した中で、彼のプレーぶりがどうなっていくのかっていうのを見ていただきたいなというふうに思います。まあ本当に今のこのフランスの未来の担う中盤の選手では多分、ザイール・エメリとあとレンヌのウゴチク、このあたりは、抜群の存在感を発揮していくんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ注目をしていただきたいというふうに思います。はい、ということでお送りしてきた、今週というか今月か、今月の月1リーグワンいかがだったでしょうか。まあ、今日はね、割と全般的なお話をさせていただきましたけれども、まあ、今日ご紹介してお分かりの通り、まあ、指導者もそうだし、選手もそうだし、どんどん次世代の選手がね、出てくるのがやっぱりリーグワンの魅力ですんで、来月以降もね、そういった選手、紹介したいというふうに思っていますんで、ご期待いただきたいと思います。で、来月は、まあ、今のところ予定しているのはやっぱりルークラシックがありますんで、マルセイユとパリ、特にマルセイユが今ものすごく調子が上がってきてるんで、その理由、ご紹介をしていきたいなというふうに思っております。それでは来月の2月号、どうぞご期待ください。また2月号でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、アビアント。